勝海舟は幼名を林太郎と言い、後に吉国。さらには安吉と名を変えています。海舟という号は、佐久間象山直筆の海舟小句から取ったものです。9歳の時に野良犬に襲われ、重傷を負うも奇跡的に回復。この事件で犬が苦手になりました。剣術は下心英流の免許改伝を得るほどの腕前で、禅も学んでいます。これらは彼の精神面に大きな影響を与えました。江戸時代に西洋文化を学ぶ蘭学を独学し、その知識を生かして幕末の日本に貢献しました。戊辰戦争時には、幕府軍の軍事総裁として、江戸城の無血開城を実現させ、新時代への平和な移行を助けました。